おはようございます。2011年8月24日水曜日6時5分になりました。もうなんかね、ニュースがぐちゃぐちゃですね。島田紳助の引退とかいうのが昨日の夜の10時半ぐらいですか、なんか記者会見があって、でそれ以降のニュース、なぜかトップのニュースが島田紳助引退と。いやいや、私はちょっとね、情けなくなりました。この国のなんかその報道っていうその姿勢がね。いや、そんなトップで流すほどの話かいと。ね、芸能ニュースでしょ、たかがっていう。で、しかもその、なんていうの、その、なんか犯罪を犯したとかっていう、その、とんでもない話とか、なんかやったらわかんないですけど、まあ、それがあんのかどうか知らないですけどね、本当のとこは。ただでも、今、この、来週月曜日に、民主党の党首選が行われようとしているこの時期に、でもってリビアでは穴ぐちゃぐちゃなっているところに、それよりも島田紳助引退の方が重要っていうふうに認識するその報道の姿勢およびそれに、テレビでこうガンガンニュースとして放送する、新聞のトップに出てくる、ちょっと私はね、なんか報道っていう人たちが頭悪すぎって私はすごく思ってしまいました。というか、もう本当にこういう人たちが報道してるから日本ってこんなおかしな国になったんだなっていうのも、このメディアっていうものの、なんかとんでもない責任じゃないのっていうふうにね、思ってます。さて、そんな話をしてると何時間でも喋ってしまいそうなんで、今日もですね、 IT メディアニュースからまた見ていきたいと思いますけれども、で今日の話題はこちら。ですね、これちょっと面白いなと思ったんですけども、年収が高い人ほど SNS に積極的ということで、これはですね、まあ、ただビジネスパーソン、どうだっていう転職を斡旋している企業ですね、まあ、リクルートみたいな。でそこが調査した結果なんですけども、で25歳から35歳のビジネスパーソン5000人を対象に、調査したということで、そうするとですね、すごくその SNS を使ってる人の年収がすごく高いというので、9000万円台が 68.4% というトップになってる。800万台で 66.7、 1000万以上で 60%、まあ、要は8000万円以上、年収8000万以上の人がトップ3になっているということで、まあ、あとトイックなんかもですね、点数が高い人ほど、SNS を使ってますよということで、まあ、言ったらそういうその情報収集に関してすごく関心の高い人ほど、そのやっぱり SNS を使ってると、Facebook だの、そういうものを使ってるということではないのかなという感じですね。まあ、あとはですね、ここはちょっとね、微妙かなと思ったんですけども、まあ、32.8% が仕事関係者で SNS、まあ、同じ業界の人たちとやり取りすると言って、で、同僚で7割っていうのがね、これがね、面白いなというか、なんか思ったんですね。要は会社の中でやり取りするんではなくて、SNS を使って会社の同僚とやり取りをすると。で、まあ、結局ですね、その昔ならそんなものがなかった頃は会社の帰りにこう飲みに行くとかそういうのがあったのかもしれないですけども、やっぱりそこでよりも、SNS でこうやり取りをしているというようなところが、まあ、そのコミュニケーションツールとして SNS が位置づけられてきてるっていうのと、で、またその、身近にスマホですよね、スマートフォンみたいなものとか、あとああいう iPad みたいなタブレット端末みたいなものがこう身近にずっとこう24時間いつでも使える、コンピューター立ち上げて、パソコン立ち上げて、座って使うっていうのではなくて、もっとお手軽に電車の中でちょこっととか、休憩時間にちょこっととか、
そういう夜テレビ見ながらちょっと使うといったことが簡単にできるようになってきたというのがあって、やはりですねそこでのこのやり取りっていうのに、まあそういうツールとしてもうどんどん定着してきたのかなというのがありますね。で、まあそういうデバイスを買ってそういうのを使える生活ができている人ということで、まあ、結果的にこう収入の高い人ほど、そういうところを使っているというふうになっている。で、これはですね、まあこう、これちょっとね、転職サービスのドーダがやってるっていうんで、まあサンプルがちょっと偏りがある可能性は非常に高いんですけども、ただとはいえ年収の高い人が SNS を利用しているというところはですね、これはビジネスとして考えた場合にそういう人たちがいるということは、お金を使ってくれる人たちが SNS にはいっぱいいるよっていうのは、これはね大きい意味があるんじゃないかなという気がします。まあそこをですねどう見るかっていうのはその企業の考え方次第ですし、また合う合わないっていうのがそこで当然ありますよね。でその辺を考えると、果たしてその大手さんでも今 SNS を使っていろんなプロモーションやってますけども、特に Facebook とかに関しては、ちょっと正しいのかなっていうね利用の仕方を見てると思ったりします。まあそんなことで、6時11分になりました。まあ、今のうちに SNS、特に Facebook みたいなものをやってるといろんな人たちと知り合えるのかなという気もします。そしてそんなこんなで、今日ね天気があちこちまた荒れたりしてますんで、ぜひ気をつけてということで、ね、急激に雨降ったりしてますから、また気温もね結構低いんで、また風邪ひいたりとかしないようにということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。